シナチベット語族シナゴ派中国語、語海南語海南語は主に中華人民共和国の海南島で話される言語であり、語の一つである。シナチベット語族のシナゴ派の語に属する言語で、海南話、京文話、京語、東語、海南語、客話、京州話などの別称がある。漢族の海南民族の母語であり、主要な文布は、 海南島のうち北西部を除き北部、東部、南部、南西部の沿海部一帯に広がる。使用人口は約550万人で海南島の人口の80%を占める。海南語は古代敏乱語に起源を遡るが、現代の大地方の敏乱語とは一疎通できない言語である。海南語は言語学的には敏乱語系統のうち、 大地方の敏南語との差異が最も大きな方言言語の一つである。伝統的な分類法では、海南語は敏南語に属し、経文編と呼ばれる。海南語と雷集合を合わせて、経雷話と呼称し、これをこの直下に分類する学者もいる。海南語は、海南省内で最も広く分布し、海南省で最多の和者人口を抱える言語である。 海南語と雷集語の間には多少の差異はあるものの、おおよそ相互の意思疎通が可能である。発音の特徴に注目すると、海南語は北部、西方、北部東辺、東南辺、南部東辺、南部,辺南部西辺に分類される。海南語の列紙だった特徴としては、この無声配列音、P、T がいる、葉音のに変わる点が挙げられる。 海南語の和舎分布は次の通り。この他に、州市と臨港県にも海南語が話されている地域がある。壮大末期の戦乱を避けるため、大量の臨南人が南部へと南下し避難した。南下の波は、潮山平原に到達し、玉江三角数を越えて雷州半島、海南島へと入り、これに伴って臨南語がこの地まで広まった。その後、長期にわたって、 周辺の少数民族言語や中原地方の緩和の影響を受け続けた結果、海南語の音韻体系は、敏南語とは大きな差異が生まれるようになり、敏南語との相互の意思疎通が不可能となり、独立の一言語を形成するに至った。中国古都地、州によれば、経文話は以下の方言句に分類される。死音の特徴として、海南語の死音には有機音と無機音の対立がない。 これは、漢語の言語体系全体から見ると貴重な特徴である。敏南語の有機音 PTTSK は、海南語では摩擦音の FHSX へと変化している。この PT は、海南語ではいる、歯音のへ変化。この S と TS は、海南語では T となり、 海南語と敏南語をほぼ一思疎通が不可能な言語としている。海南語の北部東辺と東南辺の方言には、5のマイメートルから変化した B の発音が保持されている。このほか古代の T の発音は、北部西辺では H、北部東辺では X となる。母音の特徴としては、敏南語の微母音が、海南語では母音に変わっている。 北部の方言群は日照因尾、PTK を保持しているが南部の方言群では日照因が正門破裂音を H となる。海交語、万年語、長州語では NT が南 K へ変化している。成長では海南後には6の8個の成長があり北部方言では8個、南部方言では7個。 三振公門では六個となっている。テレビでは海南公派電次第が普通話と海南語の二言語で放送している。海南省の三振市海市では海南語の新聞が発行されている。ありがとうございます。